走行式には真庭市消防団の団長や幹部、出場選手などおよそ100人が参加しました。7月に岡山市で開催される第68回岡山県消防操法大会へ出場するのは、真庭市消防団の落合方面隊第5分団と久世方面隊第1分団です。大会ではポンプ車操法の部と小型ポンプ操法の部がありますが、両チームとも小型ポンプ操法の部に出場します。式では真庭市消防団の藤本隆団長が、コロナ禍でしっかり頑張ってきた分、大会では精一杯打ち出し、優勝を目指して頑張ってくださいと訓示を述べました。また真庭市太田昇市長や真庭市議会の小田康文議長が、暑い中ですが訓練の成果を思う存分発揮し、優勝を目指して頑張ってくださいと、それぞれ激励の言葉を送りました。そして出場選手を代表して、久世方面隊第1分団で指揮者を務める川西浩二さんが、次のように決意を述べました。真庭県域の代表としての誇りを胸に精一杯頑張り、悔いのないよう双方を披露することを誓い、決意表明といたします。この後、大会へ出場する2チームが順に双方を披露しました。消防双方は消火活動の基本的な動きを身につけるための訓練です。大会では規律や式、安全性などの審査基準に沿って採点されます。第68回岡山県消防操法大会、開催は7月3日日曜日、会場は岡山県消防学校です。2つの部門に真庭市を含む今坂地区から7チーム、備前地区から8チーム、備中地区から9チームの合わせて24チームが出場し、優勝を争います。